ただいまより令和6年度弘前さくら祭り開幕セレモニーを執り行います。本日司会を務めます弘前市観光課の竹内と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめに主催者を代表しまして弘前市長桜田博史よりご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。お城と桜とリンゴの町弘前市、そして世界に誇る弘前さくら祭りへ皆様ようこそお越しいただきました。心から歓迎を申し上げます。私たちの生活を一変させた新型コロナウイルス感染症、この感染症の分類がインフルエンザ相当の5類に移行になり、初めての弘前さくら祭りとなりました。食べ歩きや飲食禁止区域の設定などさまざまな制限があった中でこれまで開催してまいりましたが、忘れてはならないのは令和2年の弘前公園の閉鎖であります。ソメイヨシノをはじめ52品種2600本の桜が見事に咲いている弘前公園、誰も足を踏み入れることができませんでした。その年は100回目の弘前さくら祭りでありました。このような困難を乗り越えて今年さまざまな制限すべてを撤廃して本来のさくら祭り開催できることを大変嬉しく思っております。弘前公園の桜、毎日毎日つぼみが膨らみかけてきております。本丸の少し早咲きとなる弘前しだれは昨日開花宣言が出されました。明日にもほとぼりは咲くのではないかと大勢いであります。多くの皆様にお越しいただいて、そして楽しんでいただけるそういった桜祭り、今年は開催できると確信しています。昨年弘前公園の桜は過去に例を見ない早咲きとなりました。それを踏まえて今年はいつ咲いても対応できるよう関係者一丸となって準備をしてきました。当初4日早めての開幕を想定しておりましたが、それよりもさらに1週間早めて11日早い開幕となります。24日間の桜祭り、これまで開催した経験はございません。ソメイヨシノが咲き誇る
満開、灯りは18日、標準木で19日と予想しています。それから3日4日が満開が続き、次は花吹雪、花いかだになります。さらには八重紅しだれをはじめ、東錦や寒山など次々と八重桜が満開を迎えていく。この満開のバトンをつなぐ桜のリレー、弘前市では昨年から厳選した7品種の八重桜を弘前七桜と命名をして PR に努めました。昨年はゴールデンウィーク後半も宿泊客が減るということはほとんどなかった。多くの桜品種が植えられている弘前公園ならではの魅力となっていると思います。今年はそれに加えて桜森が厳選して選んだ7箇所の桜の風景、これを弘前七景と名付けてご紹介をしていきます。さらには弘前公園の桜の魅力は何といってもボリューム。一つの花芽から通常は3つから4つの花が咲くところ4つから6つ咲きます。中にはまれに7つの花を咲かせる、これを今年は弘前七輪咲き桜と銘打って皆さんにご紹介をしていく。稀に咲いているということなので、どこに咲いているかが分かりません。この2600本ある中で、ソメイヨシノ1700本ある中で探して歩くのは大変だという声をたくさんいただきました。今日はそのヒントを一つだけ皆さんに差し上げたいと思います。この七輪咲き桜、咲くのは一箇所、弘前公園の最古のソメイヨシノ、東内門を入ったところの寄り木番所の前にあるこの最古のソメイヨシノに7つのつぼみが今ついています。花が咲いてしまうとなかなか探せないこの七輪咲き桜、ぜひ花が咲く前のつぼみの状態で見つけてほしいと思います。中森の観光船、西森のボート、皆さんをお待ちしています。出店の方々も多くの花見客を迎えする準備も整っています。出店街にに咲く寒山という八重桜は、これまでは祭りが終わってから咲き誇っている、それを昨年は祭り会期中に満開の寒山の下で出店街で食事を楽しんでいただきました。こちらも多くの皆様に楽しんでもらえると思っております。またまだ今日は咲いてないですが、弘前レンガ倉庫美術館では写真家の蜷川美香さんの展覧会が行われています。一昨年と蜷川さんが足を運んで弘前地公園の桜に魅了されたその満開の写真含めて弘前公園の魅力を紹介しております。どうしても今見たいという方はそちらの方にも足を運んでいただいて、弘前の街歩きを兼ねて楽しんでもらえればと思っております。桜の次にはリンゴの花が咲き誇ります。日本一の生産量を誇るこの弘前市のリンゴの花、白く可憐なリンゴの花もぜひ入れていただければと思います。5月4日から弘前市リンゴ公園でリンゴ花祭りを開催いたします。
ぜひ足を運んでいただければと思います。そして開幕できることを改めて感謝をし、またこの桜の木々に敬意を表して、さらにはこの桜の管理を行ってきた先人たち、そして現在のチーム桜森44名のこの努力、尽力に感謝をして、弘前桜まつり開幕の挨拶といたします。ありがとうございました。続きまして、ご参列いただいております祭り主催者を紹介いたします。桜田博弘前市長、よろしくお願いいたします。今井隆弘前商工会議所会頭、はい、おはようございます、よろしくお願いします。下山清弘前観光コンベンション協会副会長、はい、よろしくお願いいたします。熊谷隆弘前市物産協会会長、はい、おはようございます。以上となります。それではテープカットに入らせていただきます。おや、大手門の奥の方から何かしら足音が聞こえます。皆様ご覧ください。赤色と黒色の甲冑を身にまとい、戦乱の世、この弘前の地を懸命に駆け抜けた弘前藩の武士も駆けつけてくださいました。来月5日まで24日間にわたる今年の桜祭りの開幕を共に祝っていただきましょう。お二方、大きな拍手喝采を浴びているところですが、そろそろ、テープカットの準備に入ってください。それでは皆様、はいどうぞの掛け声の後、一斉にテープをお切りください。ご準備はよろしいでしょうか。はい、どうぞ。ありがとうございました。これをもちまして、令和6年度弘前さくらまつり開幕セレモニーを終了いたします。本日はありがとうございました。引き続き弘前桜まつり主催4団体によります公園内の観光案内所や出店への出入れのため公園内を歩きます。
さんね、それだね。うん。はい、はい。ここが見せた。3年目にして。Thank you.